市大学附属高校和太鼓部ラッコです。本日の演奏は私たちの地元を題材にした美浜町和太鼓組曲海嶺より絆を演奏します。時は江戸時代末期、美浜町出身の船乗り14歳の時吉は戦国船宝珠丸に乗り込み初めての航海に臨みます。しかし途中船は大嵐に巻き込まれ、生き残るために帆柱を切り倒します。1年以上にわたって太平洋をさまよう中で14名の乗組員は次々と倒れ、音吉らは仲間の遺髪を胸に故郷への思いを募らせます。その後生き残った3名はアメリカに漂着、5年間世界各地を転々とし、奇跡的に日本に帰る機会を得ます。やっと日本に帰れる。音吉らは喜びいっぱいに船を進めます。しかし日本は鎖国時代、音吉らは異国船打ち払い連により母国から砲撃を受けるのです。音吉らは苦しみの中で故郷へ帰ることを断念し、仲間と共に異国で新しく生きるという決断をします。共に困難を乗り越え生まれる絆、そして絆があるから次の壁にも立ち向かっていける。私たちの絆を音吉の人生に重ねて表現します。宝珠丸の上に暗雲が立ち込め、高波が船を揺らし始めました。本日の演奏は嵐がやってくる場面から始まります。どうぞお聴きください。
強く迫力のある大河をお聴きください。Thank you.
最後に演奏する曲は、つなぐという曲です。この曲は、東日本大震災で被災地の皆さんとつなぐのために作曲した曲となっております。この曲の途中に、2人で2つの太鼓を同時に叩くという少し変わった叩き方をします。そこがこの曲の一番盛り上がる曲なので、どうかご注目してください。この曲はとても楽しい雰囲気なので、皆さんも私たちと一緒に最後まで楽しんでいってください。それではつなぐです、どうぞ。